はいどうも皆さんこんにちは、福です。このチャンネルではキャンプ道具収集癖のある私福がロマンあふれるものや初心者さんにもおすすめできるものなど、様々なギアを思い込み固定観念を交えてあーだこうだとしゃべくりながらご紹介してまいりますので、ご興味のある方ぜひチャンネル登録していただければと思います。今日はですね、久々の鹿番長キャプテンスタックの特集になります。こんな話をしていますと、そのうちあの人が来るんじゃないかと思うんですが。おお、福、久しぶりだな。ああ、番長、お久しぶりです。最近大人気ですね。特に番長と同じブロンズ色の小のサイズがめちゃくちゃ売れてるみたいじゃないですか。いやー、ついに俺の時代が来たなって感じだよ。私も番長の製品は昔から大好きなんですけど、今日はですね、番長のこと褒めたたえる動画じゃないんですよ。え？どういうこと？いやー、最近の番長の新製品のラインナップいろいろ見たんですけど、なんかやたら高級感漂ってるんですよね。うん、それのどこがいけないの？いいことじゃん。いや、よーく見てるとね、高級感っていうか、実際高級なものまで出てきてるんですよね。親しみやすい番長だったのに、いつの間にか近づきがたいハイブランドになっちゃったんじゃないのかなって思えてきたんですよ。ちげえよ、そんなことねえって。俺はいつだってキャンプ入門者の味方。そんな高級ブランドになるわけないだろう。そうですか。まあでも疑惑持っちゃったんで、番長の新製品今回いくつかポチってみました。これからそれを開けてみて、番長が今まで通り庶民の味方なのか、それともハイブランドになっちゃったのかを判断していきたいと思います。そうか、大丈夫だと思うよ多分。はい、そういうわけでキャプテンスタックの新製品と思われるものめちゃくちゃ買いましたよ。こんな買う予定じゃなかったんですけどね、新製品めちゃくちゃ出してるんですよね。これとこれは先日ちらっと話したキャンパルショップっていうお店で買いまして、残りは全部アマゾンですね。まだまだこんなもんじゃなくて、新製品だけでも膨大にあるんですけど、全部買おうと破産してしまうので、このぐらいで勘弁していただいて、まあ、一つずつ見ていこうと思うんですけどね。まあ気になるところから言うと、これですね、ステンレスソロテーブル。ほら、めちゃくちゃ高級感あるテーブルでしょう。お値段も4250円ってね、まあまあするんですよね。ちょっとこれはハイブランド鍵枠の疑わしいテーブルなんで、しっかり見ていきましょうか。こんないい感じのケースに入っておりました。中身はステンレスの板にキャプテンスタックと入っております。このように開いて、足がバラバラのタイプですね。これはどうやってやるのかな。あ、1をつけてから2をつけると。長い方をつけてから短い方をつけると。あ、なるほどね。くるっと回すとここまでしか閉じないので、両側を引っ掛けてギュッとテンションをかけてるんですね。しっかり固定されました。長い方をかけて短い方をかけると。そんなに難しくないですね。それではどんな感じなんでしょうか。おお、かっこいいやないですか。ステンレス製でね、すごくがっしりした作り。足はクロムメッキの鉄製でしたね。はい、寸法は幅 295mm、 奥行き 215mm、 高さ 95mm で、重さは 680g、 耐荷重 10kg となっております。はい、スノーピークのオゼンライトと並べてみました。天板の大きさはだいたい同じぐらいですね。高さがキャプテンスタックが少し高い。がっしりしてるので耐荷重もキャプテンスタックの方が強いですね。アルミ製でも熱いものを置けるんですけど、これだけがっしりしたステンレス製になると、こんな感じで焚き火台を上に置いたりして使うことまでできちゃいますね。見た目かっこいいし、火の近くで使うには非常に安心感のあるソロテーブルだと思います。ただ現在販売価格4250円ということで、鹿番長のハイブランド化疑惑が少し見えるテーブルでございますね。はい、続いてはね、これかな。ジュールアルミフォールディングトレーテーブル 45×30 ということで、まあまあ大きいんですよ。できました。商品名の通り 45cm×30cm あるので、かなり広さに余裕があります。大きめな食器なんか置いてもね、ガスバーナーとか置いちゃっても余裕でございますね。天板周りのフレームや足はアルミニウム合金、そして天板の表面材は合成樹脂化粧繊維板ということで、熱いものを置けたりする天板ではなさそうです。
そしてこれ旧製品と新製品が両方売られてるんですけど、こちら新製品なんですけど、何が違うかっていうと、足を補強するパーツが付けられてるんですよね。旧製品触ってないので何とも言えないんですけど、これがあるおかげか安定感高いテーブルです。耐荷重10キロということで、一人用の食器や食事など置くには特に問題ない感じで、こうしてトレイの形状になってるので横にこぼれ落ちたりしないのがいいですよね。私これね、キャンプに使うのもいいんですけど、家で一人でお昼ご飯とか食べるときに、作ったらこのままここに置いて、でトレイとして部屋まで持って行って置いてテーブルとして食べる、こんな感じで便利に使えそうですので、まず家で使ってみようかなと思います。これ足さえね、こうして畳んでおけば薄いトレイとしてしまっておけますので、家で使えるキャンプ用品にもなると思います。あ、お値段はね、3000円台っていうところで、この大きさ、この材質で、この機能でしょ、まあ妥当な線ですかね。鹿番長ハイブランド化疑惑は少し減ってたんじゃないかなと思います。はい、続いてこちら、これは出たばっかりってわけではないですけど、数ヶ月前に出たかな、視聴者さんからレビュー以来のコメントもいただいてたテーブルなんですが、まあいい機会だったので今回ついでに買ってみました。キャプテンスタックの名品アルミロールテーブルの後継機種じゃないかと言われているスリムタイプのロールテーブルですね。いや、なんで買わなかったかというと、まあ小さくスリムになったことはいいんですけど、ちょっと重いんですよね。 600g、 このサイズ感を見るとスノーピークオゼンライトなんかと比べても近いものがあるので、まあその割に 600g というのは少し重たいんじゃないかなと。またお値段も3980円ということで、初代アルミロールテーブルと比べると2倍以上になっているので、これは番長ハイブランド化の疑惑のあるテーブルじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。あー、でもなんかかっこいいですね。裏返して、この2本の筋交いをはめるシステムは一緒ですね。カチャッとはめて両側の足を持ち上げると、構造は初代と一緒だ。はい、こんな感じ。あー、かっこいいんじゃないですかこれ。私の持っている旧製品と比べてみますと、まず大きさにかなりの差がありますね。こちらの新型はフィールドホッパーやオゼンライトと近いサイズで、初代アルミロールテーブルの良さであった余裕のある天板サイズではなくなっていますね。見た目や質感は新型がかなりギラギラしてかっこいい感じにはなってますが、お値段もだいぶ違うっていうところで、どうなんでしょう番長。はい、続いてはこちら、キャプテンスタックのウッドブレスという木製の製品シリーズなんですけど、シェラカップ320用カップ2個組という木の食器セットになります。これはなかなかいいの出してきたんじゃないかなと思ってるんですけど、おー、これは木の質感がなかなかいいぞ。何の木だろう、ブナとかなのかな。天然木としか書かれてませんが、ウレタン塗装がされています。100度以上になるような高温の油料理とか乗せることはできません。電子レンジ、オーブンも使用できないし、食洗機も使えません。使っていると変色変形することもあるし、水気はしっかり乾燥させないとカビなどの原因にもなってしまいます。こうやって聞くと木製の食器って使いづらそうなんですけど、ただやっぱりこのナチュラルな風合いがね、心地いいんですよね。そしてこのお皿はシェラカップ専用ということで、我が家にはキャプテンスタッグのシェラカップ、この真鍮製の 320ml がありますので、多分合うと思うんですよね。おお、ここに隙間がありますが、形状がぴったりはまってるので、あまりガタつきもなく綺麗に収まってますね。そしてこの小さいお皿は中に入れると。こんな感じでいいんじゃないですか。むしろ真鍮製のシェラカップと色合いもとても合うかも。はい、ここで鹿番長の製品もう一つ追加紹介ですが、じゃん、シェラカップケース、めちゃくちゃ良くないですかこれ。私が大好きだった昔のキャプテンスタッグのロゴデザインの雰囲気がありますよね。色といいデザインといい、私にドストライクのシェラカップケースなんですが、ポリエステル製でとてもクッション性のある素材でできてますので、シェラカップにこうした木製の器を組み合わせて持ち運ぶのなら衝撃からも守ってくれるので、とってもいいケースじゃないかなと思いました。入れてみましょう。こうしてまあファスナーを閉めるだけでいいと思うんですが、うわー、
これはいいわ。まあシェラカップはね、真鍮製重たいので持ってくとき限られると思うんですけど、このシェラカップケースは私一軍ギアに入りそうです。他にも色とデザイン何色かあったんですけど、私はこれが好きですね。お値段もお手頃に作ってくれてると思いますよ。ケースの重さは 44.3g。 あ、そうそう、この木の器の重さを測ってなかったですね。大きい方が 63.3g で、小さい方が 50.1g。 いやー、これはなかなか。キャプテンスタックのシェラカップ関連の製品は魅力的なものが多いんじゃないかと思いますね。はい、続いてもウッドブレスシリーズ、鍋敷とカトラリー3種ですね。なぜ鍋敷を買ったかと言いますと、家でちょうど鍋敷が欲しかったからっていうのもありますが、これおしゃれなんでいいんじゃないかと思って、ついでに買いました。なかなか質感いいんじゃないですか？まあ私は指定通り鍋敷として使いますけど、まな板としても使えるでしょうね。見た目と風合いはとってもいいと思います。あとカトラリー、スプーンとフォークとリトルスプーンですね。あ、なるほど。これもね、質感は高めです。あ、日本製なんですね。まあ以前100円ショップのキャンプギアでご紹介したようなダイソーの木製カトラリーシリーズなんかと比べると、明らかに質感は高いですね。まあお値段相応でしょうから当然なんですけど、コールマンなんかと比べてもね、作りが綺麗でいいんじゃないですかね。木製のカトラリー検討してる方いましたら、キャプテンスタックの新製品はなかなかいいかもしれません。まあ、これらのお値段的にはこんなもんかなって感じがします。はい、続いてこちら、キャプテンスタックのハンプケースシリーズです。コンテナバッグ S とマルチケースですね。開けていきます。はい、こんな感じ。渋いですね。分厚いハンプ生地に防水加工がされております。幅 350mm、 奥行き 290mm、 高さ 250mm です。こうやってね、炭とか火消し壺とかを丸ごと入れられちゃうサイズ。こんな感じで12インチのダッチオーブン入れてもまだ余裕がありますね。そこの方に樹脂の硬い板が入ってますので、ある程度重いもの入れても大丈夫ですね。まあこういう渋いハンプバッグをお探しの方には、このサイズで2747円、まあまあお得感はあるんじゃないでしょうか。私が個人的におすすめしたいのはこっちの小さいギアケースの方ですね。まあ同じく防水加工されたいい感じのハンプ素材ですけど、こんな感じで開けてみると、これはね、このキャプテンスタックのメスティン、これがちょうど入るサイズになっているそうなんですよ。あ、ほんとだ、ぴったりです。こんな感じでメスティンをかっこよく収納して持ち運ぶことができますが、これ実は視聴者さんの情報によると、こちらのダイソーメスティンが2個入るそうなんですよ。ほら、2個ぴったり収まってくれました。まあダイソーメスティンを2個持っていくかどうかはシチュエーションによると思うんですが、このぴったり収まったっていうところは気持ちがいいですね。まあ他にも細々したギアケースとしても使いやすいサイズじゃないかなと思います。お値段880円なので、こんな感じでいろいろ収納してみるといいんじゃないですかね。うん、番長、やっぱりお得感のあるギアもちゃんと出してくれてますね。はい、続いてこちら、保冷クーラーバッグ4リットルのタイプになります。これはだいぶ前の動画でご紹介した、キャプテンスタックの保冷トートバッグ4リットル。あの銀色の少々安っぽいやつ。それと似た商品だと思われますが、見た目がおしゃれに進化しているというものですね。まあ、あの動画では保冷効果の実験したんですけど、デイキャンプぐらいだったら全然使える性能だったので、まあ、銀色の見た目がちょっと嫌だっていう方は、このベージュとかグリーンにおしゃれに進化してますので、こっちの方がいいんじゃないでしょうかね。こうやってね、板が入ってますので、ペットボトル6本入れても大丈夫ですね。あと1本ぐらい入りそうだけど、まあ保冷剤も入れるでしょうから、缶やペットボトル6本ぐらい入れるのに良さそうなサイズだと思います。ちょっとしたデイキャンプやピクニック用にいいんじゃないでしょうか。はい、次はこちら、キャプテンスタッグのオイルランタン、中サイズなんですけど、これ数ヶ月前なので最新製品ってわけじゃないんですけど、色が面白いカーキなんですよね。
この CS オイルランタンはブロンズ色の小サイズが一番人気になってると思うんですけど、この中サイズのカーキというのもおしゃれでいいんじゃないかなって思って買ってみたんですけど、やっぱりいい感じですね。レトロないい色じゃないですか。 LED ランタンがやっぱり便利だとは思うんですけど、オイルランタンの独特な明かりの雰囲気はやっぱりすごい癒されるので僕もおすすめするんですけど、このフュアーハンドとかデイツのランタンなんかがね人気だと思うんですけど、結構高いんですよね。人気が出ると元々の値段よりも高くなっちゃったりして、そんな中で私がおすすめするのはキャプテンスタッグの CS オイルランタン。2020年からかな、モデルチェンジしたんですけど、炎の安定感が明らかに良くなったんですよね。ここのキャップを外して灯油かパラフィンオイルを入れます。そしてこのダイヤルをくるくると回すと、こうして芯が出てきますので、このレバーを下げてホヤを上に上げる。マッチやライターで着火をしてホヤを下げて炎をねこうやって調整するんですけど、今こうやって火の形がハートみたいに割れちゃってるんですけど、この芯をねハサミで台形にカットしてやると炎の形が整ったりします。あー、やっぱりこのカーキ色っていうのもいいですね。このキャプテンスタックのランタンまでも最近は値段が高騰しがちなんですけど、この色が Amazon で現在2854円なんですよ。でもこれね、実店舗で買うと1680円で買えます。私愛知県民なので、近所に DCM カーマホームセンターっていうのがあるんですけど、そこで普通に売ってました。キャンプ用品が充実してるホームセンターなら置いてあったりもしますので、お近くにお店がある方はよかったら何かのついでに覗いてみてください。運が良ければ2000円以内で買うことができます。はい、最後はこちら、トートエコバッグということで、私スーパーに買い物行く用にこれを買いました。縦36センチ、横38センチ、マチが11センチついていて、肩にもかけれるサイズの取っ手がついてる。お値段780円ということで、エコバッグとしてはこのぐらいの値段だよねって感じしますけど、なんでこれ買ったかと言いますと、だってこの柄良くないですか？これ見てわかる人にしかわからないけど、これアルミロールテーブルですよ。で、これはオーリックのガスバーナー。ブロンズランタン。これプレーリーの封筒型シュラフでしょう。シカベンチがあるし、ヘキサステンレスの焚き火台。あとはホームセンターで売ってるバーベキューの椅子とか、バーベキューのグリルとか、プラスチック感のあるクーラーボックスとか、わかる人にしかわからないキャプテンスタックの名品たちのシルエットが描かれてますので、気に入って買ってしまいました。普段の買い物に使っていこうと思います。はい、これで今回購入した製品は終わりなんですけど、フリマサイトでちょっと珍しいものを見つけて買っちゃったので、ついでにご紹介します。じゃん、キャプテンスタック、昔の兵式飯盒です。懐かしい感じしますでしょう。キャプテンスタックパール金属株式会社、このロゴが私は好きなんですよね。これは未使用でずっと家にしまってあったっていうものを出品されてたので、思わず買っちゃったんですけど、1500円だったかな、現行品と同じくらいの値段で買うことできました。今のと一緒じゃんって思われるかもしれないんですけど、このベルト通しの金具がついてるのが昔のタイプの証なんですよ。この頃のキャプテンスタッグの飯盒は日本製だったんですけど、途中から中国製に変わりまして、このベルト通しの金具もなくなっちゃったんですよね。なのでこれがついてるかついてないかで古いものかどうかがわかります。まあ、それ以外はね、特に今のやつと何ら変わりはないんですけども、まあでもちょっと昔の懐かしいものが手に入って眺めてニヤニヤしてます。さらにもう一つ、キャンプ仲間の方がコーヒー屋さんで見つけたって言って、僕の分も買ってプレゼントしてくれたんですよ。年代物のイタリア製のエスプレッソメーカーです。かっこいいですよね。これも昔のパール金属株式会社となっています。こんな感じでうっとりしちゃうようなギアなんですけど、実は使ってみたんですけど、ここのパッキンがね、さすがに古くなってて、新品ではあるんですけど、圧力で漏れてきちゃうんです。なので同型のエスプレッソメーカーで替えのパッキンがないか探してみようかと思ってるところです。いかがだったでしょうか？まあ今のキャプテンスタックの製品たちね、非常にデザインが洗練されてきて、今っぽくかっこよくなってるなっていう印象です。で、結構こだわって作ってたりして、それなりのお値段するなっていうものたちもありますし、そんな中でもお買い得価格で出してくれてるようなものもあって、
これまで通りお手軽に買いやすいラインナップも作りつつ、最近は本格的にこだわって作り込んできたなっていうような製品も出てきて、ハイブランド化したというよりはバリエーション豊かに幅が広がってきたなっていう感じがします。商品数が多いし、昔からロングセラーでずっと作り続けてるものもいっぱいあるので、しっかりしたものをお買い得に買うこともできるし、こだわってかなり作り込んでるものもあるっていうような状況だと思います。そして私の個人的なおすすめですが、フリマサイトなんかを探すと、こういう昔の廃盤になったキャプテンスタッグの製品が手に入ったりしますので、昔の名品を調べてみて探してみるっていうのも面白いと思います。あとは新旧問わずキャプテンスタッグのおすすめのキャンプ用品などあればコメントいただけると嬉しいです。今回も皆様のキャンプ道具選びの何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。そしてこれからキャンプに行かれる方、お気をつけていってらっしゃい。